おはようございます、菅健太。よいしょ。よいしょ。今ここがシュッてあったから、なんかそこ。さあ、というわけで、明けましておめでとうございます、皆さん。おめでとうございます。皆さんね、ちょっといろいろ2021年、はい、大変なお正月ですけどね。やっぱね、日々挑戦していかないといけないと思うんですよ。あ、お、2021年、そう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 、2021年ももう始まっちゃってますから、はい、うーなってくるとだ、やっぱり、はい、やっていかないといけないことがあるんですよ、僕には。なーにー学校へ行こうすな。はい、今回の曲です。はい、菅さんの趣味を探すということで、こんな曲、趣味の方法をピックアップする企画。趣味をするとこまではいかない企画。おじいちゃん、今日は探す企画ですから。何があるのか、そうです、いろいろ話してはいるんですけれども、そう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 、なかなかね、まあそのきっかけというかね、やっぱそのバラエティ番組とか取材とかで、こう今ハマっていることとか趣味はありますかって、もうこれはもうお決まりなわけですよ。大体ね、そこから広げてね、その人のこうなんかパーソナルな部分をみたいな感じのはね、もうつきものなんですよ、大体このお仕事してると、うん、ただ本当にこうもうあれなんですよ、めんどくさがってるとかじゃなくて、やっぱ書くものがない、うん、そういう時に、うん、はい、うん、まあ、ちなみにですね、はいはい、まあ、プロフィール上は、はい、まあ、動画でも何回か出ましたけれども、趣味特技のがプロフィールね、はい、映画音楽鑑賞、なるほど、特技が剣道アクロバットという、あ、そういうラインナップでございまして、まあご存知だと思いますけど、まあ、ほぼやってない周りが多いと。まあ音楽に関してはね、音楽は結構、まあ、いや聞いてるじゃないですか、ですね、うん、ということでですね、とあるサイトで調べしました、はい、人気の趣味、おお、ランキング、いいのを持ってきたじゃない、はい、1位がですね、登山、トレッキング、へえ、まあ、高尾山、へえ、そうなんだ、まあ、軽くこうあの運動ができて、でなおかつ山に登れるんで、まあ、登山トレッキングってなるとちょっとハードが高いですけど、ハイキングぐらいだったらもう皆さんできるかなって感じですよね、うん、軽めに。2位がですね、この家庭菜園、あーこれちょっと分かる、はい、分かるんですか、やりたいのよ俺、あとなんか今さ、デパートの屋上とかさ、あーできますね、ちょっと離れたところに自分のエリアですよね、そう、畑のエリア作って、はい、やりたいな、それ面白そうですね、うん、最後ですね、はい、フットサル、やだわ、やだわ、これ苦手ですからね、うん、球技がな、いや、やっててさ、できたら楽しいよ、うん、一からってなるとやっぱハードル高くなる、こういう関係とかこう団体競技、あ、なるほどね、みんなでっていうことですね、うん、4位、はい、キャンプ、グランピング、あ、これはもう割と興味ありますね、5位、テニス、へえ、まあまあまあ、テニスはちょっと気になる、でもテニスはなんか他のスポーツに比べて可動領域っていうか、その動くのがあんまり多くないから、ね、ライトな感じあるできる。で、6位がですね、これも最近ですね、ボルダリング、あー気になる、はい、宮崎美子さんボルダリング趣味ですよ、かっこいい、やられてる YouTube ボルダリングの動画上げてて、マジ、でもボルダリングめちゃめちゃむずい、難しいらしいね、体も柔らかくないとあかんし、こう下から見てるときにどれ取ってどこに足置いてって、マジ足の順番間違えただけでも登れないんです。なんかあれ、あれなんでしょう、色なんでしょう、色とかのパターンもありますし、なんかこのコースはこの Z って書いてるのだけです。むずっていうパターンちょっとやりたいな。これは面白そうですね。面白そうですね。7位、ヨガ。ヨガか。はい。ヨガ、なんか趣味っていうのはそれは何、なんか体質改善とかなんかな、痩せるとかさ、スタイルから、そうそうそう、なんかちょっと。いや、そっちなんですね。8位、ちょっとね、ああなるほどなと思いましたね。6位のボルダリングで将棋です。8位、でもルール覚えたい、わかる、面白いですね将棋は。他なんかちょっと面白そうなんとかないんですか。ゴルフ、ああ、ゴルフね、はい、ゴルフはやりたいよ。だってそれこそ菅ちゃんね、何回ゴルフ出てきたとか、第1回ゴルフしてますから、
セカンドも、はい、第1回ドラフト。もしかしてこれサードシーズン、サードシーズン、セカンド短いやっぱゴルフが軸かな、スガチャンネルは。まあ、あと e スポーツ、ゲームですね。ちょっと気になってます。ちなみに e スポーツってくくりしてますけど、ゲームの種類めちゃくちゃありますから。うん、あどれが気になるんですか。ゲーム、いや、俺の話聞いてましたアーケードゲームっていう、あ格ゲーム、格闘ゲーム、格闘ゲーム、カードゲームみたいな、シャドウ、カードゲームいいじゃん。シャドウバース、やつに一時期したやってます、うん、おおとか、そういうのいいじゃん。あとパプヨプヨみたいなさ、パイプヨプヨ、プヨプヨ、パイプヨプヨ、プヨプヨ、あ、プヨプヨ、テトリスとか、あー、そう、好きですよね。あー、いいですね。いいです。次いきますとね、ロードバイク、自転車、あー、自転車ちょっといいかもしれない。自転車ずっと欲しいな。へー、じゃあまずは自転車を買う、まあ、じゃあ第1回自転車を買うスタートですね。なんででも、あれなんですか、割とこう、刺さったんですか。気分転換、うん、結構1時間ぐらいかけてお台場行ったりとかしてたんですよ、休みの日。へえ、今はしてないですか。今はしてないんですけど、自転車もない。自転車ないね。あ、今実家にもう置いてきちゃった。静岡とかに。おお、結構時間かけたいタイプ。そうそうそう、ガッツリ行きたいね。野宿来たい、ね、か静岡だったら何泊まり、そんなことなくない。いや、またよく考えてみ、静岡の手前って何があるか知ってる。何があるの。箱根。あ、箱根でいいか。じゃあ箱根の山を越えなきゃいけないでしょ。ああ、マジで弱虫ペダルみたいな撮影だよ。そう、いいね。やだやだやだ、リアル弱虫ペダルやろう。先頭を越えてください、ね、クライマー、こうやってサイドステップみたいなやつ、こういう、僕あの弱虫ペダルって僕ですけども、そこわかんないです。あ、わかんない。コメント欄でみんなに答えてもらいましょう。マキシマが使われてた緑のカメラ。料理とか入ってこない。これ全然入ってこないですね。ランニング、ボード、いい、ランニングがいい、ボードゲーム、イラスト、絵を描くっていうやつと、あ、イラストはいいじゃないですか。あ、でもあと料理教室行きたいです、個人的に。あ、いいです。料理教室ってとりあえず料理ができたいんですか。は、幼虫なんかやりたいとか、おつまみも創作したい。なんか入れちゃうんだよね、普段ちゃんとしたさ、レシピで作ってんだけど、最初はこれ入れたら美味しいんじゃないかなって入れちゃう。うん、で失敗するんだけど、あ、その考え方みたいな。そうそう、なんかあんじゃない、なんか個人的なものだったらあんじゃない。これもね、いずれコンビニとコラボでさ、商品なんで商売で作ってやるの。いやらしい。そう、趣味じゃなくなっちゃってるから、俺も。あとはですね、 DIY とかやりたい。俺すごい最近好きなのは、古い家を買って、はいはい、あのリノベーション自分でするっていうの。じゃあまず家買ってもらって、買いましょうか。まあ、あとは競馬、お馬さん行ったこともないから、俺競馬は本当にノータッチなんですよ。おー、競馬だけですか。他の競輪、競輪、あ、なんもないね、そういうことに関して。だから初めてやってみたとかはあれかもね、うん、面白いかもしれない。俺はマジで何の知識もないから、はい、まあ、でもいろいろありますね。いろいろあるんですね、趣味っていうのありますね。だからそれはね、ぜひね、探していきたいんですよ、今年。いや、そうです、ね、2021年ですからもう、はい、企画として1個僕はこれを提示したい。菅健と趣味を菅チャンネルで探してほしい。これはぜひやっていきましょう。いいですか。いや、もちろん。というわけで、ね、最低限だからね。はい、今年もやっていけたらいいなと思いますけど、だからそういう企画系の動画も上げていきたいと思いますので、うん、皆様にね、あ、そうだよ、コメントやってほしいみたいな。そうそうそう、コメントで変わった趣味でもいいですし、うん、私はこんなことしてます、僕はこんなことしてますで、ありました、菅さんこんなのいいんじゃないですかっていうのを、もしぜひコメント欄で言ってくれたら嬉しいなと思います。それでは今日のスガチャンネルはここまで。面白かったなと思いましたら高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。伝説を作ろうぜ。